とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、新しく実装されたエンチャント実際に使っていきたいと思います。今日やりたいと思うエンチャントがね、これです。はい、幸運の海、運を高め、レアドロップがユニークになる可能性を高める。だね。レベル3で 30% 運が上昇する。なんだよね。これが、おそらく、通常状態でユニークが出る可能性って、多分 5% ぐらいじゃない？ 5% ぐらいでしょ。それをプラス 30%。35% の確率で、ユニークを出してくれるっていう。これ本当だったらすごいよね。うん、すごい能力だと思う。まあ今日はね、検証をしてみたいと思います。まず、スキルがついてないやつで5周しまして、次にスキルがついてるやつで5周して、で、どれぐらいの差があったかっていうのを見ていきましょう。まあ行く場所が湿っぽい洞窟。ここに行きます。ここすぐ終わるし、黒宝箱が確定なので、ユニークが出たっていうのが分かりやすいかな。アイテム袋を見せておきます。こっからスタートだね。スイートトゥース。この次からスタートです。まずはスキルなし。で、難易度を下げていってます。難易度下げていってる。で、ここの道中は敵を倒していって、で、あの洞窟の中、あそこ、ジャンプできるときは、ジャンプして、クリアしていきます。うん。おそらく一回、一周するだけで、どんくらいだろうな。おそらくアイテムが、5個ぐらい。いや、5個は出ないな。3つ4つぐらい、出ると思うんで、まあ、実際どういう感じになるんでしょう。まあ、もうすでに、ダガーが1個出たけども、まあ、ノーマルだったよね。あれが、何？スキルを装備してれば、ユニークになるのか？月のダガーとか、そこら辺が出るっていうことなのかな？まあ、とりあえず5周で多分、十分、差が出るでしょう。多分ね。まあまあまあ、やっていきまーす。それでは5周終わりました。かなりね、ユニーク出た。もう驚くほど出たね。黒宝箱の中から4回ユニークが出た。これなかなか珍しいことだと思うけどね。でも、道中で敵から出たアイテムは全部ノーマル品です。ノーマル品。黒宝箱から、4つユニーク品が出ただけってなってますね。これが幸運を入れるとどうなるんでしょう。いや、今回結構出たからな。ちょっと微妙な感じになるかもしんない。では、スキルありで5周いきましょう。さっきと同じくスイートトゥース。この次からカウントしていきます。これだね。幸運の海、30% 運が上昇。つけていきます。どうなる？さすがにアイテムが出ないと、それがユニークになるってことだからね。あ、ノーマル品だ。まあまあまあ、100% じゃないから。100% じゃないからね。うん。そんなポロポロは出ないのかな？まあまあ、出てきてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどね。うん。今後とも、これをつけてね、周回するようにするつもりだけど。まあ今のところは、そう変わったことはないか。おそらく、変わったことはなさそう。うん。いや、そもそも、装備品が出てないか。まあまあ、5周する頃にはね、いくつか、出てると思うんで、どうだろう。まあ、とりあえず、5周してきます。あれ？村の商人ってさ、ユニーク品売ってたっけ？
売るようになったのか。なんか前は売ってなかったんだけどね。あ、全然なんか普通にユニーク売ってるようになってる。はい、まあまあとりあえずあと1周ですね。いきまーす。それでは結果発表いきましょう。こんな感じです。あれ、なんか、え、なんか移動してるぞ。なんかアイテムが移動してるね。もうこれ勝手に移動するもんね。ね、5周したところ、黒の宝箱。黒宝箱からは、100% ユニークが出ました。うん。それプラス道中で2つだね。踊り子の剣とマウラーズが出たんだよな。なので、全部で7個、入手することができました。さらには、普通にドロップ品も増えたような気がする。最初に5周行ったのと、後で5周行ったのでは、もうドロップ率がね、全然違った気がするのよ。うん。1.5 倍ぐらい変わった気がする。まあ、そんぐらいの体感です。と、それとね、ここのショップで、ユニークがね、やたら出る。うん。毎回ね、なんか出るんだよな。ほら、出るんだよね。このショップのユニークの出現率も、もしかしたら上がるのかもしれない。いや、これ確実に上がってる気がする。し、この、普通の村の商人、ノーマルの商人が、ユニーク品を売ってることが、今まで確かなかったのよ。でも、幸運を装備したところ、ここでも売ってるようになったから、あ、ほらほら、出た出た。簡単に出るもんね。なんだろうね、その、敵から出るものも増えて、このお店から、排出されるのも、30% 増えるんじゃない？ま、とにかく、この、幸運の海、いいよ。これはいい。うん。まあ、道中でね、使っていくのは、まあ、一つ、エンチャントを潰すことになるので、ちょっときついかもしれないんで、クリアするときよ。ステージをクリアするときに、これを着せ替えて、クリアするといいと思います。そうすると、この商人で、いいものが売ってるし、まあ、古代狩りの後はね、ここで、いいのが多分、売ってるようになるのよ。うん。し、まあ、これをつけてると、ユニークがほんとね、お店でも出やすいので、いいと思います。これはやった方がいい。この幸運のね、スキルは、まあ、クズ装備でいいから、持ってたらいいと思う。うん。クリアの時に使ってみてください。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。